おはようございます、なんすけです。ということで今日はですね、爆食の翌日になります。昨日ね、5000キロカロリー、夫婦で1万キロカロリーを取ったんですけど、果たして体はどうなってるのか。あー、どうでしょうか。昨日取って、まあむくんではいるのかな。ちょっと体重測ります。昨日体重は 67.9 だったんですよね。今日の体重は 69.1 ということで 1.2 キロ増。体重メモろ。69キロ台は1ヶ月ぶりだね。あ、4日前ぶりだ。なんかめちゃくちゃ昨日油食べたのにね、すっげえ胃もたれはしてるんだけど、でもなんか体重がめっちゃ増えた感じはしない。体の元気はめっちゃある。ということでね、今日はサイヤさんと一緒にね、遠くに行く予定があるので、サイヤさんと山沢さん、このお二人にね、爆食後の体をちょっと見せたいってね、ずっと思ってたんですよ。で、今日こんな感じだから、果たしてね、なんかむくんでるし、多分二人がね、爆食したのは知ってると思うから、え、爆食してその体やばくねっていうね、ちょっとどんな反応になるのかね、ちょっと楽しみながらね、会いたいと思います。とりあえずね、胃もたれ朝ごはん食べていきます。よいしょ。とりあえずね、プロテインシェイク作ってきました。プロテイン入れて、取れ前にちょっと炭水化物入れて、朝ね、がっつりトレーニングしてから、今日もね、多分ちょっとゆったりできると思うんで、頑張ります。よいしょ。おいしい。昨日もね、ここでね、撮ったもんね。今の体こんな感じです言うて。まあちょっとやっぱどうなんだ、ぼやけた。うん、元気はすごいある。元気だけはめちゃくちゃあるんだけどね。どうだろうね、いい感じかな。とりあえずお腹いっぱい、まだ朝起きてるのに。よし、ということでね、今回もサヤさんに誘っていただいてキャンプ場に着きました。多分ここはね、泊まるところかな。こっちにね、もう湖があるって感じです。さっきサヤさんたちあっち歩いてたんだけど、今ね15時ぐらい、もう午後の3時ぐらいなんだけど、カロリーまだ800ぐらいしか食べてない。胃もたれでね、あんまりご飯がね、いい感じに進まないっていう感じ。本当だったらさ、大会2週間前ってもう食べたくて食べたくてしょうがないんだけど、昨日のチートデーのおかげで全然大丈夫。今の状態はこんな感じ。まあちょっとむくんでるかなって感じだけど、あんまりコンディションが大きく崩れるってことはなかったですね。5000ちょっとぐらいカロリー入れたけど、でこれからさやさんとか来るけど、まあ、ちょっとコンディションを見てもらいながら過ごしたらなって思ってる。楽しみ。すげえ。さやさんも結構減量末期ですもんね。俺減量末期よ。減量末期だからこういうのが本当に楽しい。すごい。減量中でも楽しめるから。じゃあ僕をお二人に体チェックをしてもらいたくて、仕上がってるでしょ。でも、昨日マジで5000から6000キロカロリーぐらい入れたんですよ、すごいねそれ。はい、どうかなって。あ、いいじゃん。でもさ、全然むくんでないね、ここ。いい感じですかね。それめちゃめちゃ仕上がってるじゃん。加圧の後、これは筋膜リリース。あー、胸良くなったし。本当ですか。うん、よかった。ベンチ110なのね。あ、でもさ、ベンチ伸びてない。はい、めっちゃ頑張ってね。あ、ケツ上げですげえ伸びてんの。ケツ上げで、でも140限界でした。 140? あ、もう、あ、そう、いきなり、あの、俺らの対決の時あんなんだったのに、あれが140? あれが延長したから。そう、ケツ上げでも140大したもんだよ。本当ですか。いや、しかも減量で伸びるのはマジすごいよ。本当ですか。俺、あの、今それすごい。俺140上がるか上がんないかだと思うよ、多分。俺、この前嬉しい、めっちゃ嬉しい。俺、この前150が、はい、足をベンチに乗せた状態だけど、上がらなかった。あー、で、さやさん、ベタネで165上げたんですもんね、この前。162.5 ベタネっていうか、まあ、ただの、ね、普通の方で、スクワットも今、パーソナル受け始めて、ちょっと頑張ろうと思って。ナースケ、仕上がってんね。めちゃくちゃいいじゃん。仕上がってるわ。めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと、でも尊敬しちゃうわ、ね、本当に、一昨日ぐらいまで、本当にきつくて、でもちょっと5、6000ぐらい入れたら、めっちゃ元気になりましたよ、ね。俺が今、もう、フラフラだもん。そうですよね。ナースケのモチベーション上げる方法は何ですか。はい、モチベーションですか。でもやっぱり、僕、大会が絶対無理ですね、これは。だから明確な目標を持つこと。大会で勝つ。もう、1位、1位って、途中から言い聞かせて、で、自分を上げたい。なるほどね。はい。それはお金のため。お金は、お金は何が一番さ、頑張れる。承認欲求の方が強いかもしれないです。そうよね、はい、みんなね、仲間にも認めてもらってとか、なんかお客さんにブォーとか言われるのがをイメージしてやっぱトレーニングしてますね。あ、一緒だろ。はい、貝はやっぱ原料にいいですもんね。貝はね、原料にいいよ。ホタテとホンビノス貝って何すかこれ。
なんかハマグリの一種みたいな感じ。へえー、すごい。貝ってグロいっすよね。貝ってグロいよね。この前何だったっけ、超グロいっす、あのサザエ、サザエ、サザエだ。サザエはグロい。え、なんすけ、肉の量とかは測らん？いや、測ります。測る？もう不安なんで、食いすぎちゃって。米の量は測るけど、肉はまあ最近測ってるけど、はい、一発200g。今何キロカロリーですか、さやさん。それはわかんない。あ、もうほんと感覚っすか。でも、多分ほんと少ないと思う。何キロカロリーだよ。え、少ないっすね。野菜も焼くか、もう野菜もちょっと食いたいっすよね。ねえ、山沢さんも今、ケト継続中ですか。もう絶賛ケト中。山沢さんの飯が全部うまそうすぎて嫌だ。いや、俺さ、これさ、ないものねだりかわかんないけど、ナースケのご飯超羨ましいから、マジで。ほんと、アスパラは山沢さんにとってすごいね、水も抜けやすくて、水溶性食物繊維でしたっけ。うん、ってことで、貝に取れると。しっかりと測っております。ちょっといただきます。うまい。ふわふわっすね。めっちゃおいしい。椎茸はいいっすかね、筋肉に。椎茸は筋肉にいいでしょう。いろんないい菌が入ってそうですもんね。ね、いただきます。炭で焼くとめちゃめちゃうまい。めっちゃ焼き鳥っすね。全然違うね。うん、おいしい。めちゃくちゃ赤めにいったよ。めちゃめちゃ赤めだね。いただきます。さすがうまい。これはあれだ、次はさやさんのその経験で絞るって、それも経験値ってことですもんね。感覚で絞るっていう。感覚だね。でも米の量だけコントロールしてるけど、タンパク質の量は。でも最近は朝のプロテインなんだよ、はい、それは何でですか。プロテイン1杯で170キロカロリー。確かに入れすぎたら200キロカロリーとかいっちゃう。確かに。だったら固形物食おうかな。なるほど。プロテイン飲んでる？まだ。あ、僕飲んでます。あ、そうなんだ。もうプロテインやめた。でも確かに腹にはたまりますよね、そっちの方が。そう。でもその感覚って僕絶対我慢できないですよね。我慢。もうちょっといけんじゃねえかって、なんか甘えが出ちゃいそう。そう、俺もそれ。そうですよね。食いすぎちゃう。はい。食いたくなるよ。そうですよね。昨日とか腹減りすぎて寝れなかったし。ああ、もうその段階まで来てるっすね。うん、来てる来てる。え、さやさん今って腹筋見れたりするっすか。俺がだから今20日前ぐらいか。はい。うわ、やっぱめっちゃ絞れてるわ。え、やば。僕はやっぱもうむくんでんだよね。え、むくむとそうなるんですか。手術の後。あ、ここが深いけど、ほらもうプルンプルなの。そうなんだ。そう。あともう本当に1キロ、1.5 キロ脂肪が。だからあとケツなんだよね。あー、ケツが絞りの判定。そう。ケツどう？え、すごい。あ、これ絞れてるわ。あ、よかった。そう、だからもうここであと水抜いたも出れるよ。あ、本当ですか。うん。俺があとそこになるまでに多分10日。なるほど。めっちゃでけえ、ちゃうさ。10日。そうだね。山沢ゾーンだろ。カロリー管理がしっかりされている。カロリー管理。山沢さんが 100g 牛肉分けてくれました。それをわさび醤油でいただきます。今日はね、しっかりね、カロリーを調節しないといけないから。うん、うまっ。牛赤身めっちゃ美味しいよ。バーベキューでやると全然味が違う。うん、これからね、さやさんのサウナテントっていうのをやります。で、ちょっとね、昨日もめっちゃ食べてるから、それで多分体もね変化すると思うんですよね。これ薪を持ってって結構ガチで熱いやつでやるらしいんで、ガチで熱いやつでやるらしいんで、ちょっとこれで体の変化見たいと思います。ということで、いただきます。お待たせしております。すげえ。テントサウナが今、サイヤさんがね、作ってくださって、これから水着に着替えて入ります。めっちゃ涼しいんだよね。気温が20度もないと思って。20度ない。ないっすよね。今日でも東京の方は30度ぐらいらしいっすよ。だからすごい体にも優しい。どう？今、16時ぐらい。どうかな？まあそんなに昨日めっちゃ食べたけどさ、めっちゃむくんでるかっていうと、そこまでかなって感じ。まあ多少やっぱりね、いつもよりキレはないって感じはするけど、でも元気はある。すごい。ということで、水着になったので、これからサウナに入ってね、どのぐらい体が変わるのかっていうのをちょっと見たいと思います。いい感じだよね、筋肉も。今の体がこんな感じで。まあ多分多少ね、抜けると思うんだよね、水が。って感じで、ちょっと比較していきましょう。よいしょ。もう、来てるね。来てる、だいぶやば、暑くなってきた。今25度だけど、これ絶対嘘だから、はい、めちゃくちゃあったけえ。今何度ぐらいだろう、これ。今50って書いてある、ね、すっげえ。めっちゃあったかいっすね。
うわー熱い。ほら。あ、ほら。あ、ほら。熱い。すごい。すごいね、熱風が。すごいよ。めっちゃ熱い。ヒノキの香りがね。これ今オイル入れてるから。あ、熱い。おお。おお。おお。寒い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 。寒い寒い寒い。やっぱ出るとね、縮む。あとでちょっと携帯のやつも乗ってると思うんですけど、結構汗かいた。やばい。いや、むくみ取れましたね、さやさんに。なんか抜けた、はい、ちょっと、うん、お腹に血管めっちゃ先走ってましたね。ほんとノーアル。いただきます。あと2週間や。マジで20分ぐらいサウナで、25分か。汗全然出なくてびっくりしたけど、最後の方やっぱ汗出てきてよかった。でも最高に今整ってます。このね、ちょっと涼しい、十何度だけど、サウナ入った後だからめっちゃ涼しくて気持ちいい。わかるかな、この整ってる感じ。サウナから出てちょっと落ち着いて、今年めちゃくちゃ助けられてるキュウリ。うん、マジでうまくて、カロリー全然ないから超助かってる。しみる、うめぇ。あいしょー、裏側がいい。うわ、すごい。これは映えるね。サイヤさんと山沢さんは全減量中だから、マジでこれ、あー誰かに釣られて食べちゃったってことが一切ない。ないね。確かにないね。一切ないっていう。なんか逆にセーブしてからみんなに釣られてセーブするっていう。あ、いいね、映えるね。やばいっすね。ということでね、次の日の朝を迎えました。大会までね、現時点で残り12日。本当だったらいつもは週2週間前、めちゃくちゃねきつい時期になるんだけど、なんとかすごい元気です。まあ、チートデーのおかげもあったし、サイヤさんと山沢さんもね頑張ってるから、僕も頑張んなきゃって思ったし、めちゃくちゃねすごいやっぱ人に恵まれてるなって思いました。なんかね、人がいないとやっぱ元気になれない。僕が大会出てた最初の方は一人でなんとか頑張ろうとかそう思ってたけど、誰かにね助けを求めるってことを覚えてからすごい楽になったし、本当にみんな助けてくれる。だから僕も他の人が困ってる時に助けたいと思うし、たくさんたくさんね支えられて生きてるなって実感しました。残り12日やれることはもう限られてるけど、最後までね丁寧に過ごして、で自分にストレスをかけないで最後まで走り抜けたらなって思います。はあ、あと12日か。ちょっと緊張してくるけど、僕も精一杯頑張ります。またね。理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。